今月13日、月曜日、現地時間からウズベキスタンタシケントで開かれているプロボクシング WBC、世界ボクシング評議会の総会で、元 UFC ヘビー級王者フランシス・ガヌー、カメルーンのヘビー級世界ランク10位が決定した。イギリスデイリーメール氏が報じ、X では総会でのランキング決定時の写真も出回っている。フォト動画、ガヌーが10位にランクインした画像。 ガヌーがフューリーからダウンを奪う瞬間。ガヌーは10月28日、現地時間、サウジアラビアのリアドにて、WBC 世界ヘビー級王者タイソン・フューリーとのノンタイトル10回戦で対決。3R にはガヌーがダウンを奪い、フューリーを圧倒するラウンドもあった。結果、判定2対1の僅差で敗北したが、その功績が反映された形となった。ガヌーの下の11位は、 リオ五輪スーパーヘビー級堂で16戦無敗、13KO のフィリップ・フルボビッチ、クロアチア。フルボビッチは昨年、現 WBO 世界ヘビー級暫定王者のチャンジーレイに勝利し、IBF 世界ヘビー級王座、王者、オレクサンドル・ウシク、絵の挑戦権を獲得している。ガヌーの上の9位は、19年にタイソン・フューリーを追い詰めたオット・オワーリン、スウェーデン。 ワーリンは来月アンソニー・ジョシュアとの対戦が決定している。早々たるメンツの中に、いきなりランクインしたガヌー。世界ランキング15位以内の選手は、世界王座への挑戦資格を持つ選手ということになる。ネットでは、ガヌーのボクシング次戦は、話題的にもマネーファイト的にも世界挑戦ではないかという声もある。ガヌーはフューリー戦後のインタビューで、世界タイトルを狙う準備はできている。 の再戦を希望または、フューリーとウシクの4団体統一戦の後、勝者と来年戦いたいという希望も口にしている。カメルーンから徒歩で砂漠を渡り、手漕ぎボートで海を渡ってフランスへ来た格闘技素人の25歳の若者が、わずか10年で MMA の頂点、そして次はボクシングの頂点に手が届こうとしている。ガヌーの夢の先を見届けたい。